ローザの場合は若さかしら。私たち昨夜の24時過ぎにはもう眠くてベッドに戻らせてもらったんだけど、確かにあの時点でもまだ兄さんたちは熱論を交わしてたわ。男って暑くなると嫌ね。カノン、表を探してらっしゃい。ゴーダを見つけたらすぐに戻って朝食の準備をするよう伝えなさい。かしこまりました。夏日姉さん、表とは限らないわよ。お父様の書斎ってことはないかしら。なるほど、考えられん話やないで。どういう話の流れかはわからんが、お父さんの書斎に場所を移してお父さんにも混じってもらって議論を続けてるっちゅう可能性は十分あるやろ。そのような汚らわしい話題を好んでお父様が書斎へ招き入れることなど考えられません。あら、そう。じゃあ仕方ないわね。ゲンジさんとカノン君は申し訳ないけど、外を探してきてちょうだい。確かに兄さんなら頭を冷やすために外を散歩しようなんて言い出しても不思議はないわ。たとえこんな天気でもね。私はお父様の書斎に行ってくるわ。ひょっとするとそこにいるかもしれないしね。客人であるエヴァさんにそこまでのご足労はおかけできません。私が行ってきます。朝のご挨拶も兼ねて。あら、じゃあお願いするわね。でも朝の挨拶を交わしてくれるかは疑わしいわね。夏日姉さんってお父様とは仲よろしかったかしら。仲が良いかは分かりかねますが、後宮家の跡継ぎの妻を許されるだけの信頼を得ていると確信しています。なら、きっと返事くらいはしてくれるわね。お父様とは朝食くらいご一緒したいの。ぜひ降りてきてくださるよう説得してくれないかしら。私たちはすっかり嫌われちゃってるみたいだけど、そこまで信頼を得ている夏日姉さんの言うことなら聞いてくれそうですもの。そこまで啖呵を切ってお父様を説得できず一人で降りてきちゃったりしたら、信頼を得ているなんて二度と言えないかもね。自信はありませんが努力はします。奥様、よろしければこれをお持ちください。それは？でもこの鍵を使ったらあなたも咎めを受けるのではありませんか。親方様は深くお休みになられているとき、扉を叩くくらいではお耳に届かないこともございます。それに親方様にお部屋を出ていただくよう説得するには扉越しでは難しゅうございましょう。源氏、じゃあお父様を必ず連れてきてね。息子のかわいい嫁の言うことですもの、きっと聞いてくれるわよ。私たちは客人だからここでのんびりくつろがせてもらうわ。予算かえば口が過ぎるで。すまんが夏日姉さん、お父さんのことをよろしく頼むわ。
ありがとう、マリアちゃん。起こしてくれたんだね。僕たちは夕べが遅かったから、寝坊しちゃったのを起こしてくれたんだね。でも、もう少しだけ起こし方を優しくしてくれると完璧だったかな。ジョージ兄さんは本当に大人だよ。尊敬するぜ。もうすぐ7時なんだな。ま、確かにもう起きてもいい頃だぜ。ローザおばさんが部屋にいなかったの？もう起きてお屋敷の方に行っちゃったのかな？いない！くぅ、うぅ、うぅ、ママ！どうせ朝食に行くことになるんだし、屋敷の方に行こうぜ。そうだな、マリア。一緒に屋敷へ行こうぜ。きっとローザおばさんもそこさ。お、ママはお屋敷なら行く。うん。そうだね。お屋敷に行こうか。多分親たちはもう向こうに行ってるんだよ。お目覚めでしたか。おはようございます。どうやって入ったのか。申し訳ございませんでした。源氏さんにお願いして書斎の鍵をお借りさせていただきました。
ほう、源氏がか。我が友がそれに足ると思ったならば、話を聞かぬわけにもいくまい。して、私に何用か。はい。もうじき、朝食の準備が整いますが、ぜひお父様にもおいでいただきたく思いまして。朝食はここで取る。いつものように運ばせるがいい。しかしお父様、年に一度の親族会議です。せめてお顔をお見せになってください。下に降りて私の死後遺産をどのように食いちぎるのかを決める議論に加われというのか。バカらしい。そのような話は私を抜きで好きに進めるがいい。そしてそれが親族会議だというなら、私がこの部屋を出るほどの価値はない。私は忙しいのだ。構うでない。残念がるでしょうが、そう伝えます。夏日、後ろ宮の家に突入。もう随分になるな。はい、後宮を名乗ることを許されてからもう随分になります。前の家が恋しくなることもあるか。いえ、嫁ぐとは成果を捨てることです。私は後宮夏日、帰る家も懐かしむ家も全てはこの後宮の家のみです。血はつながらずともお父様の娘です。後宮家の名誉も栄光も、そしてお父様が残されたものも全て、この夏日が必ずや守ってみせますから。お前に片翼のわしをまとう資格はない。しかしお前の心には確かに片翼のわしが刻まれている。ならばお前は間違いなく我が血族で、後宮家の栄光を引き継ぐものだ。お前の衣服にわしがないことを嘲笑う者もいよう。しかしそれに耳を貸すことはない。心にわしを持つ者だけが真の私の血族なのだ。お前を後宮家に迎えられたことを今は光栄に思っている。あら、ちょうどいいタイミングだったわね。お父様の様子はどう？あんまり遅いから様子を見に来ちゃったのよ。
会議にはおいでにならないそうです。汚らわしい議題に関心はないと仰せです。とかなんとか言っちゃって。お父様を説得できなかったんなら素直にそう言えばいいじゃない。哀れですね。お父様が嘆かれるお気持ちも分かろうというものです。それはどういう意味よ。それで兄さんたちはいたの？お父様に聞いたの？聞きそびれましたが、書斎の中には